バスケ。正解です。バスケ部6位です。軽音部。正解です。9位、軽音部。すごい、こんなに低いんだ。デブ。誰が入んねん。ダンス部。正解、2位、ダンス部。お、帰宅部。正解、1位、帰宅部。ちくわ部。違います。YouTube。ギター部とか。吹奏楽部とか。正解です。吹奏楽部4位です。合唱部。サッカー部。あ、野球部。バレーボール部。正解です。3位、バレーボール部です。文系部。アニメ鑑賞部。剣道部。柔道部。水泳部。合気道部。マッチボーイか。文系部。いやでもさっき言ったし、入ってないし。弓道部。入ってないです。運動部3つは球技です。え、バドミントン部。正解です。7位、バドミントン部。ドジボール部。ナイス。卓球部。正解、10位、卓球部です。マジ？女子が入ってるイメージだけど。女子だったらバレエや。言ったんやね。したら、もうデブしかないね。テニス部。正解、テニス部8位です。最後、5位の文化系のやつ。創作するかな。小説作家部。難易度高いな。違います。同人誌部。粘土を作るやつか。粘土、粘土部。違います。その学校の中に必ずその部室はあります。科目の一つにもなっている。料理部。違います。教室がある。美術部。正解。5位、美術部です。